では、はい、どうしますか、間に刻み、はい、まあこれ 見た目いけてですもんね、はい、行きましょう。いいですか、もうあのアドレスの右の肘のポジションと肩のラインを気をつけて打ってみてください。で、多分右に朝すっぽ抜けるって言ってたけど、それすっぽ抜けないので勇気持って、池の左端、うん、真ん中狙ってください。 OK、 行きましょう。えげつないく右向いてますよね。はい、そのまま構えてもらっていいですか。いいです、打っていいそう。まあ、OK、OK。まあ、向いたところまっすぐですね。どうですか、でも綺麗な捕まった球になるでしょ。うん、でアドレスだけで、こうさっきの右に抜ける球って出なくなるから、だからもうアドレスが全て右に出てる原因。だから勇気持って肘を曲げる。はそんなに悪くないです、はい、もう構えた時に腕張らないで少し肘にゆとりを持つということだけでだいぶ球捕まってきますから。ナイスショー。だからやっぱガインさん、そういった意味ではやっぱ平らなところはね、はい、いいんですよ。練習場でいいのにコースで良くないというのはやっぱロケーションに自分のスイングが翻弄されてるんですよ。自己中でいいんですよ。コースはコースと調和するんだけど、スイングは自己中でいいです。でもう見たところに構えて振って曲がったら諦めればいいんで、諦めると変な言い方、そういう気持ちがないとダメです。曲がった時は諦める、ただやる前の準備はしっかりやると。 OK、 ナイス。今度はフォローなんで、あの、はい、そうですね、風向きによってさっきみたいにアプローチっぽく打つか、こう普通に打つか。でこれ風右からなので、押したらちょっと左に行きますから、少しピンの右の松の木ぐらいの狙いですかね。うん、ナイスオンですけど、あのね、いいですか、こうショートアイアンっていうのはね、基本的にはね、こうフィニッシュってあんま取らないです。もう常にこうスリークォーターで打った方が球が実は前飛ぶんです。こう振ると球って上飛ぶんですね、うん、そうすると距離感合わないから、あのこうビューンって振っていいのはラフからフォローの時ぐらい。ラフからフォローの時は振っていいけど、通常は常にこうコントロールしないと。トーナメント見てサンドウェッジでビューンって打ってるのフェアウェイが見たことないでしょ。確かに、うん、サンドで止まるから基本的にはもうできるだけコントロールした方がいい。今のちょっと振りすぎなんですよね。それで今何番で何ヤードのイメージですか。あ、ちょっとやっぱりインパクト緩みすぎてますよね。だから緩むっていうことはやっぱりもう少しですね、こう全体的にこう振り幅をもう少しちっちゃくする、でしっかりインパクトするってことが大事。ですよね。今のはね、もうね、打つ前からあれです。ちょっと見てもらっていいですか。これ、ね、ピンがあんだけ手前で、砲台グリーンで、あんなにボール右置いて、ランニングっぽく構えたら、ああなっちゃうんですよ。だからさっきはピンが奥だったから、あれでよかったんですよ。うん、ピンが奥で、そう、でも今の構えだと、手前に押しても止まんないです。ナイス。だからこうアマチュアの人っていうのはですね、このホールロケーションとこう構えが合ってないんですよね。こうピンが奥だったら今みたいにこうちょっとこう転がす構えがいいんですけど、ピンが手前でしかも追い風なので、まあ、少しこうボールを左に置いてちょっとこう球が上がる体勢で構えないと、このロケーションと自分がやろうとしている目的とアドレスのこの3つがですね合ってないんですよね。だからそこがやっぱりゴルフは難しいですね。
今のはもうエッジからこれ5ヤードぐらいしかないので、このフォローだといくらヘアウェイといってもある程度球を上げなきゃいけないんですけど、やっぱりこれ転がしの構えをしてしまうとやっぱり止まらないですね。はい、行きましょう。ちなみにですね、はい、いいです、今のアプローチのミスはですか、ちょっと見てくださいね。こうやってバックスイングしてるんですね、こうやって、はい、でもう少しクラブヘッドを動かして、最初にちょっとヘッドを動かして、動かしてからパターンみたく打つとボールに対してこう角度がついてくるんだけど、このまま打つとちょっとしゃくってしまうので、はい、最初のスタートでちょっとヘッドを動かしてあげた方が簡単です。はい、止まってで、今のもやっぱりさ、ブレイクポイントをちゃんとイメージしてないからいけないんだよね。うまい、うまい、ナイス、ナイスパー。オッケーです。おお、ちょっとなんかパターンいいんじゃないですか。なんかお、なんか神さんいつもパター全然入らないでしょ。だよね、最初のあの撫でてる感じじゃなんか入りそうな雰囲気ないもんね。だからしばらくはさ、こう引く感じで、コツンって引く感じのイメージで、こうインパクトしっかりした方がいいですね。てかね、そんないいパター使ってるのにキャメロンでしょそれ。キャメロンの音がしてないもん。なんかね、消しゴム打ってるみたいだもん最初の音が